はい、こんにちは、グッドテイスト TV のひろとです。今日は先日発売されたばかりのこちらのアイテムをレビューしていこうと思います。はい、ブロッシュジェルのフレグランスフリーですね。お値段が 200g で税込み2640円となっております。はい、みんな大好きブロッシュから新アイテムが登場しましたね。こちらはですね、既存のこれですね、ブロッシュスーパーハードジェル、これの使用感そのまま香りが無香料になったっていうアイテムになってます。以前こっちレビューした時にですね、僕スーパーハードジェルってほどホールド力強くないですよ、どちらかというとソフトな固まり方しますよって言ったかもしれないですけど、僕もずっとそう思ってたんですけど、まあもう一回ね、今回いろいろ調査してみたんですけど、まあ、ちょっと使い方によるかなって感じですね。確かに髪の毛乾いた状態でこれ単体でつけるとそんなに強く固まらないんですよ。っていうのもこちらジェルとしては水っぽさが少なくてですね、とろみが強く、また結構早めに固まるので髪全体にちょっと馴染みにくいっていうところがあるんですね。ただ髪の毛濡らした状態、タオルドライの状態とかで上からこれをたっぷりつけるともう本当にバッキバキに固まりましたので、マジでスーパーハードでした。まあ、あとは皆さんやってる方も少なくないんじゃないかなと思うんですけど、ブロッシュポマードとこれを混ぜて使うというパターンですね。するとパリッと感アップしてホールド力調整できるんでね、もちろんそういう使い方もいいと思いますね。はい、ということでですね、以前僕のこちらのレビュー見てくださった方も、今回こちらタオルドライの状態でたっぷりつけたらどれだけバキバキに固まるのかっていうのをねお見せしたいと思うんで、ぜひよかったら最後までご視聴ください。まあ、チャンネル登録まだの方はぜひ登録ボタンをお願いしますね。はい、パッケージです。 200g の大容量ですね。こちら瓶っぽく見えるかもですが、素材はプラスチックになってます。なので手に持ってもそんなにズドンとした重さはないですね。カラーはホワイトに見えますが、こちら中のテクスチャーが透けて見えてる感じです。容器自体は透明になってます。ちなみに既存のブロッシュスーパーハードジェルと比べてみるとこんな感じです。同じ容器のカラー違いになってますね。左側、以前の方が広島の理髪店ブルーベルベッツさんとコラボしたパッケージということで、やっぱかなりコラボ色が強いデザインになっていたんですが、今回の無香料の方は完全にブロッシュ単体のデザインになってますね。フォントの感じだったりがブロッシュおなじみのオールドアメリカンなテイストになってます。蓋の部分はこんな感じで、こちらもまた全然違ったデザインになってますね。今回の無香料の方はゴールドの缶にデコボコ加工で文字とかロゴが浮き上がってるような感じになってまして、なんかメダルみたいでね、かっこいいです。はい、では今回の無香料の方、蓋開けてみたいと思います。テクスチャーは薄ホワイトみたいな感じですね。やはりジェルとしてはかなりしっかりしてるので、質感がこうやって容器傾けても中身は全くこぼれてきません。指で触ってみるとやはりとろみが相当強いです。今遊べるとろみ系ジェルってかなり人気でたくさん出てると思うんですけど、改めてブロッシュジェル触ってみると、そういうジェルたちの比じゃないくらいとろみというか固形感がだいぶ強いですね。なのでちょっとポマードよりっちゃポマードよりかもしれません。あんまり水気がなく、少しブヨブヨしてるようなでんぷんのりとか固まりかけの水溶き片栗粉みたいなね、ジェルとしてはかなりしっかりしたテクスチャーになってます。ただ手のひらでの伸びは良好ですね。スルッと簡単に伸びていきます。ポマードみたいにネチャッとした頑固さとかは全くありません。非常に扱いやすいです。はい、続いて香りはこちら無香料なんですけど、ジェルで無香料にするとだいぶこうアルコールのツンとした匂いが強いんではないかなと僕思ってたんですけど、こちらそんなにきつい匂いはしないですね。まあ、こうやって嗅いでもね、ちょっとまろやかです。まあ、もちろんアルコールの匂いはするはするんですけど、そんなにね、多分皆さんもね、これ思ってるよりきつい匂いは全然しないと思いますね。ほんと全然ジェルすごいきつい匂いがしないので、ちょっと香料を混ぜて匂い調整してるのかなとも思ったんですけど、成分表見てみる限りは香料って書いてないんで、本当に無香料でこの匂いなんだと思いますね。もちろん髪につけてもツンとした匂いなどは全然しなく、すごく使いやすいですね。無香料なんでこれ単体で使うのも、また他のスタイリング剤とね、合わせて使うのもいいと思いますね。はい、ではマネキンにつけていきます。冒頭にも言った通り、髪の毛濡らしてタオルで拭いて乾かした状態、タオルドライの状態でたっぷりつけてタイトにまとめていきたいと思います。ブロッシュジェルはやっぱりジェルとしてはかなり固形感が強く、また早めに固まってくるので、乾いた髪につけると馴染ませにくかったりもするんですけど、こうやってタオルドライの状態だと全体によく馴染むし、すぐ乾かないので、すごくスタイリングしやすいです。フォームで整えてドライヤーで乾かしながら水気飛ばしてセットしてみました。毛量多くて収まりつきにくい方とかもね、このセット方法すごくおすすめです。水分で髪の毛を押さえつけてからの上からスタイリング剤つけてるんで、かなり強めにホールドできますからね。はい、たっぷりつけてピタッとまとめてみましたが、あのとろみの強いテクスチャーが髪全体にねっとりこびりついて強力に結束してます。ツヤもつけたばかりなんですが、まあやっぱり強めですよね。しっかりジェルらしい光沢感が出てます。そして時間経過するとこんな感じに変化します。水分完全に飛びましたが、ツヤはしっかり残ってますよね。そしてキープ力はすごいです。全く崩れておりません。手で触ってみてももうバッキバキです。スーパーハードな固まり方してます。近くで見てみてもフレーキングしておらず、ほんと綺麗な光沢感が出たまま強く固まってますね。まあこれだけハードに固まってると、
強風に吹かれても頭振ってもまあ乱れるってことはほとんどないんじゃないかなと思います。またジェルってポマードと違って強く固まってる分若干耐水性があると思うんでね、スポーツされたりお仕事とかで汗かく方とかにもいいんじゃないかなと思います。でまあブロッシュジェルをこの使い方したらちょっとやそっとでやっぱ崩れないと思いますね。その代わり再セットはしにくいのでどうしても直したい方はこの上からもう一回ジェルつけて補強してあげるとかがいいと思いますね。最後に洗い落としはいいんですけど、さっき言った通りやっぱりかなり強く固まってるのでこうやってたっぷりつけてバキッと固めた場合は最初にシャワーのお湯でこの塊を解くのだけ少し手こずるかなってところはありますかね。ただもちろん最初だけですね、水溶性のスタイリング剤なので変にこびりついて落ちないとかはありません。はい、ブロッシュジェルの無香料ね、前にこれレビューした時にちょっとこれ単体だと使いにくいですよ、使うとしたらブロッシュポマードと混ぜて使うのがいいですよって言ったかもですが、すいません、今回みたいにねタオルドライで使うっていうパターンもねぜひ入れてほしいなと思いますね。今回のマネキンみたいな使い方したらほんとバキバキに固まるしね、スタイリングもすごくしやすいんでね、最近はこうやって無香料の整髪量がすごくたくさん出てるような気がしますけど、いいですよね、使い勝手良くてね、スタイリング剤はスタイリング剤で、でまた別で香りは香りで香水つけたいって方もねいらっしゃると思いますしね、無香料のジェルを探しの方ぜひブロッシュジェルフレグランスフリーチェックしてみてください。はい、こんな感じで今回はこちらブロッシュジェルフレグランスフリーをレビューしてみました。このチャンネルではメンズスタイリング剤レビューを中心に配信しておりますのでよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またコメント欄からレビューしてほしいスタイリング剤のリクエストも随時お待ちしております。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。